上空曇り空の中ゲームがスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いやもちろんですね、深くミーティングもしてると思いますけれども、まあ、野手も気合を入れて対戦してると思います。ではそのあたり注目していきましょう。さあベイスターズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の今永、どういったピッチングを見せるのか。まずはボールから入りました。2球目打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点を先制しました。1対0、ベイスターズなおもピンチです。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。